下校中に道に迷った高齢者を見つけ交通事故を未然に防いだとして乃木町の中学生2人が今日警察から感謝状を送られました感謝状を送られたのは乃木第二中学校1年生の岩井浩輝さんとマセハルカさんです 2>, 2人は今月4日部活の帰りに路上で見知らぬ高齢の男性に声をかけられ道に迷っていることが分かったため 通りかかった人に依頼して百1番通報しましたそして警察官が現場に到着するまでこの男性に付き添って安心してくださいと声をかけながら見守ったということです感謝状を送った小山警察署の迷い工事所長は知らない人を手助けすることは勇気のいることと二人に感謝を述べました 今はこういう行動をできて、監査状をいただいたことがとても嬉しく思っておりますこの経験は、このようなことがもう一度あったら、すぐ一番に助けて、そういうこともいいことがあるんだよと、みんなに教えていきたいです。